はい、皆さんこんにちは、グイチャンネルへようこそ。こちらのチャンネルではですね、皆さんの気になるテーマについてひたすらググる様子を実況中継していきます。なお、このチャンネルは音声だけでも楽しめる内容になってますので、ラジオのように流しっぱなしでも大丈夫です。というわけで今日も始めていきたいと思います。今回のテーマはですね、渋谷のレストランでございます。まあこれ関東に在住の方はですね、渋谷に行ったことあるかと思うんですが、まあいっぱいお店があるんですね。まあその中で、まあ友達の飲み会とか、まあ恋人とのデートとかで使えそうなお店をどうやってググっていくかっていうのを、まあ実況中継しながらやっていきたいと思います。では早速ググっていきますと。はい、では検索画面なんですが、これ僕が個人的にお勧めしているのがですね、あの Google マップを使ってあのお店探しするっていうのをお勧めしてます。例えばもう右側にマップが開いてあるんですが、ここで今渋谷が表示されてますね。でそこで例えばもういきなりここで候補が出てくるので、これでレストランって押しますと、はい、こんな感じでもうお店が出てきます。で左側のリストとかちょっと注目してみてください。これですね。で Google マップの口コミはですね、これめちゃめちゃ信頼できます。で例えばお店探す時とかに、食べログとか、一休とかね使っている方も多いと思うんですが、まあ、結構ねその、まあ、桜って言ったらひどいですけど、あれこれ本当かなみたいなレビューがちょいちょいあるわけですよ。はい、でそういう時にぜひ参考にしてほしいのが Google マップなんですよね。で例えばじゃあ今これバーって見ていきますけども、個人的にですね、口コミ数がまあ3桁あって評価が4を超えてるお店っていうのは外れがないです。かなりいい感じのお店になってると思うので、僕がお店選ぶときはなるべくここの点数が4以上で口コミが3桁以上あるお店なら大丈夫だなと思っていつも行ってます。はい、だけでじゃあ例えばいい感じのお店探してみようと思います。結構いろいろありますね。はい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 、ありますが、まあこれはちょっと種類が多いので、ちょっと一旦上の方戻って、レストランだとちょっと大雑把のなので、無難にイタリアンとやって調べてみます。はい、いろいろ出てきましたね。これまた左側出てくるんですが、まず値段ですね。いくら結構お店の評価が良くても、例えばこれ高級って書いてあるじゃないですか。実際にこれ調べて開いてみると、多分結構客単価高いんですよ。カシタでいいのかな、ちょっと隣のタブで調べてみますね。カシタ渋谷、はい、来ました。これは例えばどこ見ればいいのかな。じゃあもうここは食べログ見てみるか。でこれ僕が普段やってやり方はどういうやり方かっていうと、一旦この Google マップで口コミを見るんですよね。で見て、あここ結構良さそうだなって思ったら、料理あとお店の名前で改めてググると、はい、でそこで実際に食べログとかで予算とかが書いてあるので、これを見て、あこれどうかなっていうのを判断するっていうのを僕はいつもやってみてます。例えばこれさっきの客単価も夜行くともう1万5000円からっていう、まあ、記念日にしか行けないようなお店になってるので、まあこれはカジュアルには向いてないよなっていうのを判断していきますよと。じゃあさっきの方戻りまして、検索結果一覧に戻るというふうにやってみていきますと、そうね、お手頃って書いてあるお店はいいんじゃないかなと思います。じゃあ地図の方から見ていきましょうか。まあ、渋谷に来たことがある方はわかると思うんですが、まあここら辺がですね、道玄坂ですね。ここが道玄坂になってまして、繁華街ですね。まあ、109のこの右側行ったところも、まあ、人が多い通りとなっております。でレストランいろいろあるんですけど、例えばお手頃な料理ちょっと見てみましょうかね。はいはいはい、いろいろある中でどうしようかな、まあ、無限にお店があるんですよね。でいや、じゃあ例えばお手頃ってあった、じゃあタロスってお店見てみましょう。タロスってお店開いてみますと、はい、タロスさん来ました。クリックして見てみるとお店の紹介とかこういう風に出てきます。はい、あれ消えちゃった。
押すとこう出てきますよと。はい、じゃあ実際食べログの方でまた見てみますね。タゴス渋谷で打ってこう調べてみます。はい、出てきました。でまあお手頃ってあったんですが、これ見てみると夜で客単価が6000円から7000円、6000円から8000円なので、まあちょっと学生には厳しいかなって感じですね。食べログもトップ5000に入ってるので、これだいぶイケてる店で、 3.74 ある店ってそうそうないので、これもちょっと学生というよりか社会人向けな感じはします。はい、でまあここで1点注意点なんですけど、この写真をぜひ見てほしくて、まあ個人的にそのなんかイケてる店って料理が美味しいのはもちろんなんですけど、結構お店の写真とかね重要だと思うんですよ。で例えばこちらのお店さんの写真見てみると、まあイケてる写真が載ってるんですけど、これって公式写真じゃないですか。で公式写真ってまあこの店がそうだとは言わないんですけど、まあ、若干詐欺ってる場合もあるんですよね。なのでちゃんと Google マップとかでそのお店じゃなくて実際に行った人が投稿している写真を見るっていうのがすごいおすすめです。で例えばこちらの Google マップの方を戻って見てみると写真があるんですよね。そう、これそこから650円前の写真っていうわけで、これ実際に開いてみると、はい、お店の雰囲気がよくわかります。なるほどね、これは椅子の席なんだとか、でこういうプレートものとかってこういう感じなんだとか、で外観がこんな感じね、あ、いい感じだねとか、お店の写真を一般のねお客さんが投稿した写真を見ると雰囲気がよくわかるので、チェックすると実際に行ってみてなんかしょぼいなというようなミスマッチが起きにくくなると思うので、ぜひチェックしてください。なので今言ったことをまとめると、まず Google マップでざっくりと調べてみる。でそしたら一覧が出てくるので、その中で口コミがまあ、大体100以上で点数が4以上はもう外れはないと断言できるレベルで、かなりいいお店が揃ってます。でまあ料理の美味しさだけじゃなくて雰囲気とかも気になると思うので、Google マップとかにある一般のお客さんの写真とかを見て判断してください。で予算についてはまあ食べログとかで見るのもありだと思います。でこんな感じで Google マップフル活用すればお店外さないと思いますので、ぜひぜひ参考にしてください。でまあ例えばなんですけど、僕は昔ブログの方で渋谷のお店のおすすめリストを作ったんですよね。というわけでそちらの方のお店実際に見てみます。これですね、渋谷の学生でも行ける価格帯のデートに使える店をまとめてみたっていう記事を書きました。味がすごい良くて、道玄坂の方にあって、で、まあ、駅から近いんですよ。近いっていうか、その地下通りから行けばそのハチ公前 の、 混雑に巻き込まれずにお店まで行けるっていう裏技があって、なおかつ予算も3000円から3500円くらいでボトル1本ワイン頼んでも、まあ収まるっていう結構コスパがいいお店になってます。というわけで試しに Google マップの方でデサリータを調べてみよう。違う。戻ってここかな。はい。打ち込んでみます。デサリータ。はい。はい。渋谷と。はい。でれん。出てきました。これですね。はい、まあ、評価3点、星 3.6 個になってるんですが、すごいいい感じのお店で、これはまあ実際に自分が行って確かめたのですごくいいと思います。じゃあ写真の方を見てみますね。はい、まあ、手順は一緒です。もうさっきの言った復習になるんですけど、 Google マップで調べて、まあ、口コミの数と点数の方を確認して、実際に内装とかを写真でチェックするっていう、この順番を追えば失敗することはないと思うので、はい、お店の雰囲気もこんな感じでいい感じになってますね、雰囲気と、はい、まあ、結構僕恋愛系の記事もブログの方で書いてて、お店の選び方がよくわからないっていう相談がよく来るんですが、まだそれに関する記事を書いてなかったので今日はここで紹介することにしました。はい、ぜひひたすらググればいい感じのお店見つかると思うので、ぜひチェックしてください。で最後裏技なんですけど、この食べログって
あれなんですよ、アプリから見ると人気のお店ランキングが見れないんですけど、実はこのネットで調べるとあのお店の人気ランキングが見れるんですよね。例えば渋谷お店人気ランキング、あランキングになっちゃう、人気ランキング、食べログでググってみるとこれ表示されるんですよ。来た、例えば渋谷のランチ総合ランキングってことで、押すとこれが表示されます。はい、こんな感じでランキングで表示されるんですが、これ実はね、あのスマホのアプリだと出ないんですよね、ランキングが。あの課金しなくちゃ見れない仕様になってるんですが、なぜかネットからは、パソコンからは見れるっていう風になってますので、ぜひこれ参考にしてください。はい、こんな感じですね。という風にランキング表示を見たいときは、スマホじゃ、あのアプリからじゃなくてブラウザから見るっていう風にするとランキングが見れるので参考になるかなと思います。はい、今日はそういうわけで、渋谷のイケてるお店の探し方について、お話ししました。まあこれ、まあ渋谷に限らず使えるんですけどね。はい、というわけで、あのぜひあの Google マップと食べログをうまいこと活用してお店探ししてみてください。また別の動画で個人的にいい感じだと思ってるお店の紹介とかしようと思いますね。まあ、せっかくなんで、じゃあなんかなんとなくいい感じのお店ないかなと思ったんで、イタリアンでもう一回ググってみますと、そうですね、僕だったらまあこうググってランクが出てくるんですけども、そうですね、アクセスも結構大事で、例えばこれ、あの深センの方まで行っちゃうと駅からちょっと遠くなっちゃうんですよね。なのでまあこの渋谷の駅近のこの辺りのエリアとかいいんじゃないですかね。まあ地図、あの Google マップのいいところで地図見ながらいろいろお店探せるんで、これ参考にしていろいろ見てみてくださいですね。こことかいいんじゃないかな、個人的になんとなく。もうちょっと駅から歩きますけど、イルリトローボ107個あって、口コミが107個あって、評価が 4.1 ですね。で、お店の雰囲気、写真見てみると、眺めがいいね。はい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 。眺めが良くて、綺麗な感じですね。で、席と席の間隔も結構ありそうなので、いいんじゃないかな。で、気になる予算なので、イルリトローボでちょっと調べてみて、やばい、めんどくさくなってる。はい、イルリトローボで見てみると、はい、食べログでありました、六本木にも店があったけど閉店してますね。で、食べログで見てみるといい感じですね、これ。 3.46 星があって、夜の予算でも3000から3999円、まあ、4000円になってるので、これは結構いいんじゃないかなと思います。まあこんな感じでマップで調べて、お手頃な価格帯の店で雰囲気とかも良かったら、まあ、結構いい感じの店なので、まあ食べログで予算確認して、これならいけるなっていう感じだったら行ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今日は渋谷のおすすめのレストランの、まあ、探し方というか見つけ方についてググりまくってみました。はい、というわけで、ぜひ、チャンネル登録の方お願いします。ご視聴ありがとうございました。で、ツイッターやインスタの方でテーマ募集してますので、これについてググりまくってほしいってなったら教えてください。で、ブログのチェックもぜひお願いします。はい、ググチャンネル、ググリチャンネル、今日もありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。